チャーバーフェルトはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン軍に属すマチ村。チャーバーフェルトはハイルブロン軍南西部のチャーバー川沿い、チャーバー後地方に位置する。チャーバーフェルト地区のすぐ南にシュトロムベルクがそびえる。チャーバーフェルトに隣接する市町村は北から時計回りにエッピンゲエン、プファフェンェン、ザクセンハイム、シュテルネンフェルス、キュルンバフハ。 ズルツフェルトである。サーバーフェルトは、ギューグリンゲム及び、プファフェンホーフェンともに、行政自治体連合、オベーレスサーバー語彙を形成する。サーバーフェルトは、サーバーフェルト地区、レオンブロン地区、ミヒエルバッハ地区、オクゼンブルク地区からなる。サーバーフェルト地区には、ライゼンミューレ居住区が、オクゼンブルク地区には、小集落リーゼン方府が含まれる。サーバーフェルトは、おそらく、 千年頃に創設された。1321年にこの村は、マーゲンハイム家から、バーデン辺境博領に移された。1355年に、ビュルテンベルク博の統治下に入り、1749年には、完全に、ビュルテンベルク領となった。1390年から1749年まで、この村は、シュテルネンフェルト家に、ビュルテンベルクの霊園として与えられていた。 サーバーフェルトは1807年から1810年まではオーバーアムとギューグリンゲンに1810年から1938年まではオーバーアムとブラッケンハイムにさらにその廃止後はハイルブロン軍に属した。ミヒエルバッハは1276年に初めて文献上に記録されている。1356年にビュルテンベルクの統治下に入り、 1749年に完全にビュルテンベルク領となった。1970年にミヒエルバッハはサーバーフェルトに合併した。オクゼンブルクは1231年に初めて文献上に中世の城下町として記録されており、1807年までには都市圏を有していた。19世紀初めに城が廃城となると村の名前は オクゼンブルクと改名された。改名は村の希望によるものであったが、その後元に戻された。レオンブロンは1289年にリンクブラナンという名で初めて記録されている。この村は1971年にオクゼンブルクと合併し、新しい自治体ブルクブロンを形成したが、早くも1975年にはツーバーフェルトと合併している。四つの地区には、 それぞれ独自のプロテスタントの教会組織がある。カトリックの信者は、カトリック教会組織である、聖三味一体教会、ギューグリンゲンに属す。サーバーフェルトのユダヤ人については、シュテルネンフェルス時代、1745年頃の記録が残されている。その後子孫やよそからの移住によって徐々に、ユダヤ人家庭が増え、 ビュルテンベルク時代の1770年頃までには8世帯44人になっていた。これは同年に交付されたユダヤ人を追い払うことはしないという布告にこうしている。ユダヤ人の数はこの頃が限界で1818 18年になっても47人とあまり変化はなかった。その後ユダヤ人は数を減らしていった。1873年には33人。 1900年には24人、1933年には13人となり、大部分は1940年から42年の迫害の時代に亡くなった。サーバーフェルトの町役は、サーバーフェルトの議会は、13人の議員からなる。議会では、これに議長を務める主張が加わる。ズンガラ、青字で丸底から伸びる側壁を伴う金の強壁のある塔。 その中に2層の青い岩の上に7つの突起がある。下向きの赤い星が描かれている。街の旗は黄色青である。サーバーフェルトの紋章は1749年までビュルテンベルクの霊園としてこの地を治めたシュテルネンフェルス家にちなんだものであった。その図柄は赤字で3段の壁上に積まれた青い岩の上に7つの突起を持つ金の星型であった。これは シュテルネンフェルス家の紋章と色違いで、1938年に、ビュルテンベルクの文書局からの提案に基づき、定められた。この紋章と旗の色は、1963年2月22日に、バーデンビュルテンベルク州内務省の認可を得た。1970年7月1日に、ミヒエル・バッハーム・ホイヒエルベルクと合併した後、その紋章デザインの一部を取り込んだ新しい紋章を、 制定した。さらにブルクブロンとの合併後、ブルクブロンの象徴である、白とシュテルネンフェルス家の紋章を組み合わせた、現在の紋章と旗の色が1977年8月15日に制定された。サーバーフェルトは、見どころの多いビュルテンベルクワイン街道沿いに一致している。エーメッツクリンゲこの町の町域全体が、シュトロムベルクホイヒエルベルク自然公園内に、 一致している。洪水防止の目的で1969年に完成し、2000年から2001年に拡張された、サーバー川の調整地エメッツクリンへは、ハイキングの目的地となっており、夏には水浴びにも利用されている。もう一つの調整地カッツェンバッハゼは、正確には、プファフェン方ンの頂域にあるが、サーバーフェルト側からアクセスする。ーバーフェルトには、 約50ヘクタールのブドウ畑がある。ここは、ビュルテンベルクワイン産地では、ビュルテンベルクウンターラント地方ホイヒエルベルク地区に属す。エーメッツクリンゲ沿いに、ブドウの学習路が設けられている。サーバーフェルトから、広域道路網へは、ラウフェンアムネッカー及びキルヒハイムアムネッカー経由でアクセスする。近距離の公共交通機関としては、 ハイルブロン法へ春近郊交通のバス路線が通っている。鉄道網への接続は、やはりラウフェン・アムネッカー及びキルヒハイム・アムネッカーを経由する。廃止されたサーバーゴイ鉄道には、サーバーフェルト及びレオンブロンの2つの駅があった。2011年までにこの鉄道を再開し、ハイルブロンの私鉄網に組み込む計画があるが、2006年7月の報道では、 この計画の実現は疑わしい状況にある。サーバーフェルトの出来事は、ハイルブロナーシティンメの南西部版に掲載される。ありがとうございます。